ケモンソルジャーの A0 です。エルピンです。赤船ブラックジャック、イエイ。なんだブラックジャックとは、カードの数字を合わせて21を目指すトランプゲームのことです。それは知ってますが、箱船とはポケモンソルジャーのメンバーの一人です。知ってます。改めて箱船と申します。今回は A0 切ないヘルビンの3人がそれぞれ答えが複数あるクイズを2問考えて、それを箱船に出題します。ほい。正解の答えを上げるごとに1ポイント、間違えてもペナルティなし。おう、言ったもん勝ちね。制限時間1分以内にできるだけ答えをいっぱい上げてください。はい。自分が考えたクイズの獲得ポイントでブラックジャックを目指します。なるほど。でも船は優しいからね、気使って21超えちゃうっつって、答えるの遠慮しちゃう可能性があるので21ポイントを超えることができたらご褒美があります。やったー、100万円ついに来るか。21ポイント超えるぐらいで100万円はさすがにそんな価値ないから、フェアリーテラピース300個あげます。あ、300個くれるの。まあ、全員が真剣にね望めるのではないかというルールになっております。なるほど。1問目、まあ、A0 から威力80の技。威力80の技。はい、じゃあストップウォッチつけるよ。はい、はい、せーの、開始。はい、アイアンヘッド、テラバースト。急に言われたらマジでむずいな。威力80でしょ。威力80は、マジでむずくない、急に言われたら。15秒経過。サイコショック、まあ一旦炎技、噴煙、放電、お、30秒経過。氷は、あれじゃん、あれ、アイススピナー、水、言っていけば間違えて、間違えてもいいから、ね、草、あ、スタコンボじゃない、あれ名前出てこない、あ、いいや、ちょっと、地面、残り10秒、白刀、いや、むずくね、ちょっと待って、5、4、3、2、シャドーボール、0、終了。そんな中、1個いくか、そういう問題ではないけど、7問正解。どう、想定的には。10ぐらいいってほしかったな。ちょっとしょぼかった。はい、じゃあ、次、私の問題、4文字の技。4文字の技。はい、はい、はい。なるほどね。それぐらいの感じのもいいの。じゃあ、いきますよ。はい。はい、スタート。怪力、影縫い。神速。毒毒。噴煙、放電。もう80の技やん。思ったより答えてんだけど。トリック。おお、確かに。30秒経過。何があるあと。止まった。ネットを波乗り。地面、岩、格闘。残り10秒。9、8、吸い取る、吸い取る。6、5、4、3、2、1、終了。思ったより出ない。むずいよ、急に言われたら。その鳴き声とか出てこないから。はい、では、ヘルピンさんの問題。幻のポケモン。おお、幻だね。そういうことか。はい、では、1分、スタート。はい、はい。ミュー。セレビで、エンテがセレビでしょ。デオキシスで、ダークライ、シェイミアルセウス、で、ビダブリケルディオ。ヘルビさん何言ってんの。天気、俺アルセス言ったよね、アルセス言ったよね、ボルケニオン、なんか飛んだね、ボルケニオン、何がいたっけ、マナフィー、はい、マナフィーの残り20秒、あいつザルード、マーシャドウ、あ、ゼラオーラ、残り5秒、マギアナ、5、4、3、あと何いる、2、1、終了。なんか忘れてた、あのデオキシスディフェンスはアタック、ああ、なるほどね。そういえば、あ、それあったって思って、それ言われたら絶対超えるわって思ったけど、なんか言われなかったからよかった。忘れてた、言われたの忘れてた。確かに幻のポケモンっていうくくりだと、そういうくくりにしていいの忘れるな。ということで13ポイント獲得。おー、あー、それ。では1つ目の問題では、 A0 7ポイント、切ない10ポイント、ヘルピン13ポイント。うん、
てか1分14ってきつないこの感じやと。だって幻でこれなんでしょ。確かに。何、だいぶ今の勢い良かったよ。そう、今のやつちょっと参考にしたいんだけど、どうしよう。ちょっとヘルピンさんのありがたく参考にして。はい、パラドックスポケモン。うわあ、はい、簡単すぎるやつでした。まあまあまあ。はい、では1分スタート。はい、羽ばたく髪、さて、鉄のイサハ。そっち行く。うねるみなも、鉄の包み、鉄の神戸、鉄の茨、鉄の武人、鉄の輪立、鉄の海な、多分鉄大だったなこれ、偉大な牙、行き過ぎるかこれ。あ、叫ぶ尻尾。何匹いるんだよ結局。叫ぶ尻尾行ったでしょ今。で、とどろくつき。残り30秒。あと何いたっけ、あと何いたっけ、あ、あいつあいつあいつ、あの、砂の毛皮、砂の毛皮ね。で、ね、あ、鉄の毒が、ね、虫の、もう一体、ちょっと名前出てこん。あいつ、なんだっけ、ね、虫のやつ。いいや、もう一旦そいつはいい。あと残り10秒。あ、あらぶるだけ。5、4、3、2、1、終了。これかなりなんかいいとこ行ってんじゃないか。獲得ポイント間違えるわけもなく15ポイント。あ、超えちゃった。うわ。テラピース、あざす。テラピース持ってかれた。すごい。いや、チオハウハネで稼いだので熱かったんだけど。困ったな、チオハウハネ。じゃあ次私。ほい。毒タイプの一進化目のポケモン、一回も進化してないポケモンのことね。あー。進化しないポケモンは含まない。はい、じゃあ1分スタート。はい。ヤトウモリ。なんでそこ。あ、アーボン。毒でしょ。ゴクリン。キャタピって毒は、いや、わかんない。ビードル、ビードル。ね、一進化目でしょ。ね、毒、毒。違う、意外と出てこない。ね、みんな止まる。急に言われるとね、残り30秒。スカンプ、ほうえんが言ったでしょ。ジョート、数少ない。ニドラン、オス、ニドラン、メス。残り10秒。何いたっけな。5、4、3、2、1、終了。これはひどい。これ、じゃあこれはひどい。絶対超えるだろうって思ったんだけど。えぐい。ズマとドガース。ベトベターでもベタベタ。分かる。めちゃめちゃその辺で稼げる。急に言われたらマジで頭真っ白になるんだよこういうの本当に。まあブラックジャックはならずと。17も。いくつだ？17ポイントだから暫定1位。ああ、これで1位なの、なんかレベル低いな。18から21の間を当てれば OK と。大チャンス。8狙いってなると結構なんか幅狭いやつを出す羽目になってって止まって終わりみたいなのもありそうなんだよね。俺テンパったらマジ頭回んなくなるタイプだから。繊細だね。種族値とか技系は危ないんですよね。そうです、ポケモン名を言わせた方がいいという。そう、ね、もっと親しみやすい答えのやつを出した方がいい。さっきやったワードルで分かったことだな。ポケモン名は意外と出てくるっていう。まあまあ、これいっぱい答えられたらもう小舟さんを褒めるということで。珍しい回。特定のポケモン専用の持ち物。うわー、来た、これはむずいわ。では1分スタート。はい、長ネギ、ラッキーパンチ、朽ちた剣、ちょっとなんだっけ、錆びた盾、ちょっと名前がわからない。で何があるかな。あ、スピードパウダー、メタルパウダー、結構出てるぞ。何がある、あと何あるんだ。やばい、もうむずい。あれ、もうむずいな。え何があるんだ、あと、30秒経過。やばいな。あ、電気玉あるじゃん。電気玉。なんだ、あと残り10秒。5、4、3、2、
H ん終了。もううまいな。うまくね。よしよし。なんか錆びた盾とか言ってるの。錆びた盾は違うしな。名前違うんだこれ。朽ちた盾でしょ。あ、そうなんだ。聞き馴染みなさすぎるな。錆びた盾ってなんだろう。今回は6ポイント獲得で前のやつ合わせると19ポイント。19。すご。ということは結果は A0 失格、切ない17ポイント、ヘルピン19ポイントでヘルピンさん優勝だ。おお、バチ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 、おめでとうございます。レベル感理解した。完全に最後読み切りすぎる。これね、言おうと思ったらマジでなんか無限に言えそうなんだけど、多分1分じゃこれこんなもんだろうなっていうレベル感を読み切った。幻ポケモンだけで超えるけどな。あーでももうちょっと答えれたよな。悔しいな。特に毒でしょ、多分 毒が一番悔しくて、時点で悔しいのは、まあ、威力80の技とかかな。やっぱ普段使ってる技もいっぱいあるんだから、非常に解きやすいクイズがたくさん出題されたから、みんなも一緒に解けたんじゃないですか。まあなんなら全然自分よりできてる人無限にいると思うからね。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。